ててーん。前回ではメモリと光学ドライブの交換をしていきましたが、今回は HDD を SSD へ交換していきます。前回は逆に遅くなってしまったんだけど、これなら確実に速くなりそうだな。HDD のカバーを外していきます。ちょっと硬いのでマイナスドライバーの出番。やっと外れた。この PC の場合、HDD の右上にある黒いリボンを引っ張ったら、HDD が外れるよ。それでは HDD を外していきます。先ほどつづみちゃんが言った、黒いリボンを引っ張って。コネクタから HDD が外れました。WD 製の青モデル、320GB だな。HDD 自体は2007年から発売されてるね。今回交換するのは、WD グリーンモデル、120GB の SSD です。用途がブラウジングとオフィスぐらいだから、120GB で十分と判断したんだよ。それでは開封。SSD が姿を現したな。これで起動速度が速くなるもんだから、ワクワクしてきたぞ。この PC においては、チップセットが古いからなのか、SATA2 までしか対応してないようだから、どうなんだろう。HDD から SSD へデータ移行をしていきます。アクロニス、クルーイメージ、2016にあるクローン作成機能を使うよ。移行先に SSD を選択。この時、移行元と移行先のの内容は必ず確認しましょう。間違ってしまうと取り返しのつかないことになるかもしれないからな。クローン実行。進行画面が出てきたな。再起動が必要と出たため、再起動していきます。あれ待っても何も表示されない。多分失敗だな。気を取り直してもう一回、クローンモードは自動を選択。移行元のディスクを今まで使っていた 320GB の HDD を選択。移行先のディスクに交換する予定の SSD を選択。内容をしっかり確認して、クローン実行。今度こそは成功してほしいな。再起動。なんか文字がたくさん現れた。再起動後の画面が表示されました。これからクローン開始。
開始です。クローンにはかなりの時間がかかるから、他の作業をしながら、または寝ている時にやった方がいいかもね。クローン完了。 SSD を取り付けていきます。この SSD は HDD より若干薄いので、梱包用クッションをスペーサー代わりにしてみました。 SSD をそのまま入れてみたらグラグラしてたからな。ちなみにこの SSD にはスペーサーは付属してませんでした。コネクタの位置を合わせて差し込んでいきます。カチャッとな。HDD のカバーを戻して、交換完了。これから動作確認だね。それではスイッチオン。バイオス立ち上がったね。すぐに Windows のロード画面来た。ようこそ画面。来たー。クリスタルディスクインフォで情報を見ていきます。これは交換前の HDD だね。そしてベンチマーク、結果が出ました。うん、HDD だとこの程度なのかな。こちらは交換後の SSD。 温度は全然変わってないな。ベンチマーク開始。結果が出ました。お、やっぱり SSD は早い。ただ SATA にまでしか対応してないからか、シーケンシャルリードでも 260MB/s しか出てないな。 Windows の起動比較をしていきます。SSD の方は BIOS 起動までがほんのちょっと早いな。そうこうしている間にもう Windows のロードやな。SSD めちゃ早い。パソコンが古くても SATA にまでしか対応してなくても、やっぱり SSD って早いんですね。速度が劇的に違うね。一方 HDD の方はハの字マークのままグルグル。速度が遅いから読み込みに時間がかかってるんだな。やっとようこそ画面。HDD の方が起動完了しました。圧倒的大差。それではまとめ、 HDD から SSD に交換してみて、まず起動が超高速になったこと、 SATA さんに対応してないから爆速とまでは言えないけどな。あとこれは後で分かったのですが、起動してからアプリソフトが使えるようになるまでの待ち時間も短くなったことですね。起動後のイライラも少なくなったよ。やっぱ SSD っていいよねー。ここまで来るともう HDD には戻れないね。